装姿を見せたくて僕を呼んだのか。ガチャー、世界で一番かっこいいです。じゃあ今の私はどれくらいかわいいですか。団長の隣に並べるくらい綺麗。何が起きているのですか。彼女はなぜ幻聴を。日常。もう我慢できない。今おそばに参りますから。ストップストップ、さすがに巫女として儀式を終わらせてからにしてくれ。ティオネちゃん、早く終わらせなさいよ。わお、オーケーオッケー。じゃあ前に出てくれるかな、巫女たちを。これよりアンチヘラニズムの儀を始める。さっき渡した祝詞を読み上げてくれ。これを本当に読み上げるのですか。儀式だから。仕方ありません。真意ということで安直に引き受けてしまった自分を呪いましょう。我が愛しの旦那様、私をあなたの生涯の伴侶としてください。